根性のフラッシュをトップで使わなかったらおかしくないですか？別にそうは思わないです。そこは本質的な問題じゃない。フラッシュ使ってても大迫みたいに同じように孤立して、なおかつ裏にスペースがない状況で、フラッシュの調子の良さで点取ったみたいなパターンあると思うんですけど。そう、ただ、お金くれたんで、ありがとう。あとは日本代表の話行きましょう。フラッシュトップ起用されると思うんですが、サイド起用の方がいいですよね。あと、佐々木の枠削って浅野入れた方がいいと思うんですが、フルハシに関しては、これ結局、どっちでもいいっちゃいいんですよ。なんでかっていうと、今日だと日本代表の話がもしかしたら初めての人も来てくれてるかもしれない。あれすると、まあ、ベタにフォーバック想定でいくとさ、こう相手が、まあこういう風になってて、日本がこう、ね、ファイブエリアうまく取ってるじゃないですか。まあこういう、まあどんな形でもいいですけど、こういう取ってる時に。この時に、フルハシって、こう入っていくのが得意な選手ですよね。昔から。神戸でも、セルティックでも。なんですけど、大迫と川に使われたら、ここに使われますよね。ってなった時に、古橋がやる役割っていうのは、内から外の、ダイオゴナル、インとアウトで分けてるんですけど、レオザフトゴー TV っていうか、シュフューダフトはそういうのが、ダイオゴナル、アウトの動きが必要なんです。ってなると、どこの選手が重要かっていうと、このサイドの選手をサイドの選手が食いつかせられるか。だからこういうね、構造的に相手を釣り出して、内から外っていうスペース作った攻撃だったら、古橋も結構いけるんじゃないかなと思います。ただ、大迫みたいに真ん中で受けて、落として、仕事してくれっていうのだと、それこそ北側みたいになっちゃうと思うんで。で、ここまで森保さんが考えてないっていうか、現象を起こせないっていうのは、今までの就任してからの代表の戦い方見てると、これは批判っていうよりも、ね、ただの、なんていうかな、起きてる事象の説明なんですけど、そういうことなんで、古橋が、まあ、後ろからボール出てくるときに、中央に使われたとしたら、サイドバックの背中を使える構造、ウィングで引っ張ったりとか、他の選手、ウィングがシャドウの役割に入ってきたときに、他の選手を引っ張って出てくっていう、だから一番近い例で言うと、リバプールのジョタが今やってる役割が、まあ、大雑把に言うと、フィルミーノが引きつけて、マネとか入ってったり、サラーがね、入ってったりとかしてたのが、今は、マネとかサラーが、まあ基本的にマネですよ。マネとか入ってきて、ボール受けながら引きつけて、それで空いたギャップのところにジョタがこう出てったりとか、そう、ここ入れ替わったりとかしてこう出てったりとかするから、この関係性を、南野とか、今回のメンバーだと、鎌田とか、久保とか、堂安とか、この辺と作れるといいですよね。